プエブラデ・サナブリアは、スペイン・カスティーリアレオン州、サモーラ県のムニシピオ。サモーラ県北西部のサナブリア郡に属する。自治体には、歴史的建造物が多数存在し、自然豊かな景観を有する。サナブリア郡のサービス産業の中心となっている。中心集落の前景、シノブリアという地名は、セナブリアという名でスエビ王国の教区や、 西ート王国の造兵書として7世紀には記録されている。10世紀には、アーブス・セナブリーはサンマルティン・デ・カスタニエーだ。修道院の最古の文書の中に言及されている。サナブリア地区の中心としての、この集落の発展はアルフォンソ7世の地政下から始まり、後にアルフォンソ9世が1220年9月1日文書をフェロデ・ベナベンテに与えることによって促進された。 この文書自体は残されていないが、このフェロの文言は、アルフォンソ9世の特許状を確認し、部分的に修正した、アルフォンソ10世の特許状によって知られている。15世紀の間はこの地は、ベガベンテ博の支配するところとなり、何人もの大官が任命されている。17世紀には、ポルトガル独立戦争において、戦場となり、荒廃した。そして同様に、 アンジューフィリップとカール大公の支持者との間で戦われたスペイン継承戦争では、この地はポルトガル軍の兵士によって占領され、そしてユトレヒト条約によって1715年12月24日、再びスペイン王権のもとに服した。サナブリアコ・サナブリア軍はサモーラ県の北西部にあり、ポルトガル、ガリシア州、レオン県との境界地域に位置する。クレブラ山地、 セグンデーラ山地、カブレーラバフハヤマなどの山がちな地形にある。自治体名と同名のプエブラデ・サナブリア、カステチャーノス、プエブラデ・サナブリア、ロブレード、ウンヒルデの4地区に分けられる。自治体は寺川とカストロ川の河岸に位置する。豊かな景観にあふれ、伝統文化が色濃く残っている。サナブリア湖をはじめとする無数の氷河湖が点在し、独特で多彩な植物賞。 動物ーが見られる。これらの豊かな自然とともに、これらの自然が天然の障壁となって、隣接する地域とは異なる独特な風俗、習慣、伝統文化がよく保存されている。プエブラディ・サナブリアとその周囲の気候は、内陸性地中海気候で、カブレーラ山地やセグンデーラ山地に近く、また981メートルの高度に位置するため、夏季は暑く、冬季は寒い。 この地は山地に近接していることと北西部が海洋性気候地域に近いことから同様の内陸性地中海気候の他の地域に比べ降水量が多いという特徴がある。ありがとうございます。